篠原六郎は、日本の政治家、衆議院議員選挙に通算4回当選した、東京府生まれ、東京帝国大学法科大学読法科、卒業後官会に入り、司法監視法となった。その後大蔵省に移り、税務監査局事務官、大蔵省主計官、大蔵省書記官、長崎税官長、熊本税務監査局長を歴任した。 1930年の第17回衆議院議員選挙に立憲民政党公認で旧千葉県第1区から立候補し初当選した。2年後の第18回衆議院議員選挙では民政党大敗の煽りを受け時点に終わったものの、1936年の第19回衆議院議員選挙で正解に、返り咲いてからは連続3回総選挙に当選した。 政党解消によって所属していた民政党が解答してからは、翼産議員同盟に所属し、1942年の翼産選挙では、翼産政治体政協議会の推薦を受けて、立候補し当選した。その後は、翼産政治会、第日本政治会に所属した。翼産議会においては、戦時刑事特別法を改正法律案委員会の委員を務め、 小磯内閣では大東亜政務次官を務めた。政治家としての篠原の業績は、上記の職を歴任したこと以外では、内閣委員、大東亜委員を務めたことや、オランダのハーグで開かれた、第34回列国議会同盟会議に参列したことが挙げられる。敗戦後は、日本新法党の決闘に参加したものの翌3選挙で、推薦候補として、立候補したため公職追放。 追放解除後の1952年、第25回衆議院議員選挙に戦前、地盤としていた旧千葉県第1区から、改新党公認で立候補したものの、定員4名に対し12名が立候補し、全立候補者中11位という惨敗に終わり、そのまま政界から引退した。ありがとうございます。